選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師です。夜が更けました。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。特に仕様はないです。基本的に盤面については確定してから考察すればいいかなと思ってます。あと村沢を 100% 釣りたいかなと思ってます。なんで嫌だかっていうと、その盤面が濁るのが一番なんだけど、その精査し直せばって言われるんだけど、例えばじゃあ9番さんが1番さんに白出てますって言った時に、9番が村沢とかされると、9番を占い師で仮定した時の考察とかが全部一気に吹っ飛ぶんで、やめてほしいかなって思ってます。まあそのぐらいかな。あとはなんか変な発言、気になった発言っていうのは積極的に聞いていこうかなと思ってます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。9番です。8番さんの村沢については私なって、あんまり私も村さらされると盤面が全然見えなくなっちゃうので、なるべくしてほしくないかなと思っています。はい、あとは何だろう、自分の精査なんですけど、基本、何だろう、皆さんにお願いしたいのがあって、例えば印象がいいって言った時に、その人が何かの印象がいいとかさ、悪いとか言ったりしますよね。それについての、次の人っていうのはどういうふうに見えてるかっていうのを見せてほしいかなと私は思っています。その方が私が、この位置なので、2周目発言しやすいかなと思うからです。ご協力の方よろしくお願いします。あとは基本私1日目は、単体精査でいこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。それでは1番さんに回します。1番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特に仕様なしです。8番さん、9番さんともに村沢は良くないということで、それは私も同意です。私は、スムラを透かす行為と村沢はやめてほしいと思っています。それをすることによって SG1 となってしまうからです。人外陣営からね、あの人は村りがないから今日釣るっていうことで簡単な理由で釣りをされちゃうんですよ。そんなね、もっとストレスのかかる方法で、村人を釣りをさせたいって言ったらあれだけど、なんていうのかな、そんななんかこう一概に村りがないの一言で釣られてしまいたくないんで、村側は。だからやめてください。そんなところです。以上。2番のプレイヤーが発言します。ああ、まあそれもあるけど、まあスムラを透かすことによって、まあ寄生地が絞られるっていうところですよね。だからそういう行為っていうのはよく、まあ狂人とかがよくやりますよね。いや、そんなことしてね。はい、なんか騎士のあぶり出しであったり、なんか噛まれたくないからスムラ使用してるとかね。まあそういうのは、まあ人外行為、人外利の、どっちかというと人外利のある行為なんで、スムラを透かすっていうのは、だから村ありがない。まあそういう人俺も、嫌いなんで。まあ、一番さんがスムラを透かす人、村沢嫌いっていうのは同意だけど、8、9、1あんまり色落ちがないっていうふうに思っていますね。もうちょっと、まあ、9番、1番、まあ、特に1番と3番手に関しては、もうちょっと9、8に、まあ色付けていってもいいのかなっていうふうに思ったけど、まあ、俺もじゃあ、まあそうですね、まあ、若干そこで1番、言うなれば、1番さんがそこで8、9に対してもうちょっと触れてほしかったなっていうところ、だから1番に関しては若干マイナスかなっていうふうに思っております。いうところですね。占い神器に関しては、つけていくべきかなというふうに思っています。3番のプレイヤーが発言します。まあ2番さん、ちょっと1番さんをもう今日釣りでいいって言い切ったらめちゃくちゃ白かったけど、まあ一応怪しむ視点言ってたんで、まあ釣らなくていいと思う。2番さんも今日1番さん釣りしかなくて、1番さんってその位置でまだ進行論しか言わずに8級の精査をしなかったこと、これはもう1番さんは初日の釣り候補になると思う。2番さんも全く同じことを言ってて、これ釣り中はなかったら2番さん釣ろうかなと思ったけど、2番さんしっかり1番さん怪しいも視点言ってたんで、まあいいかな。そこで2番さんが今日1番さん釣りましょうって言えたらめちゃくちゃ白かったけどね。いや、もう今日1番さん釣りしかないよ、正直。さすがにその位置で
ムラスラとか八番さんが最初に言ったことを永遠言い続けてるのはちょっと黒いから今日一番さん釣りでいきましょ4番のプレイヤーが発言します。う。むちゃくちゃ3番の考察は好きじゃないですね。まず2番自身が1番に対して8番9番に触れれなかったことはマイナスポイントだって言うけど、2番自身も8番9番に対して触れれず、しかも1番8番9番に対して色落ちがないから1番だけにマイナスポイント与えて、3番自身がそれで2番を評価できたのができて、1番釣りをもっと提唱できた3番は2番、3番して2番がめちゃくちゃ視力つったんだけどなって言ってる時ってむちゃくちゃ変に見えるんですけど。8番9番に言うけど、トリッキーな陣外とかあるから、それでもね、陣外自身が村刺したりそこつったやから別にそんな言わんでいいっすよ。基本的に。自分が村なんであれば。はい。その思考を持ってるんならね、出さんでいいっす。あと、飛躍を透かすオア陣外みたいな精査をする人も嫌いで、何が悪くて何がいいみたいな感じだから、そもそもじゃあ皆さん、飛躍すうんぬんかんで、ぶらりってことを俺に説明した。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、4番さんが3番さんに言ったことはかなり納得できていて、2番さんが1番さんを釣り押さなかったけれども、1番を怪しむ視点が2番さんの今日の釣り理由っていうのがかなり薄いなと思っているから、1番さん自身も、まあ、進行論ではあったが、一応自身のね、その、なんだろう、ムラリがないっていう言葉だけで釣られるのは勘弁だっていう一番さんの思考ちゃんと述べてるから、進行論ではないと思うんだよね。まあ、で言えば、もっと892に3番さん自身が精査するべきで、で、2番さんも1番さんに求めるなら2番さんも892に印象いい悪いでもいいから言うべきだったと思っているから、1番さん、まあ、盤面にもよるけれどもね、割と今日は3番さん釣っちゃってもいいかなって正直思って、2、3の欄とかでいいかなって思っちゃってますよ、正直。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。ガゼットです。村人陣営でした。そうですね。8番さんと1番さんが村っぽいかなと思ってますね。8番さんっていうのは盤面が濁ってしまって再生させることで時間が取られるっていうので、盤面固めてほしいっていう村の感情かなっていうふうに普通に思いましたけども。はい。で、1番さんっていうのは SG1 になる、村がなってしまうことを懸念している人間ですよね。村っぽいなって普通に思ったから、81はついたくないかなっていうふうに思いましたね。4番さんはそこの892に なんか求めすぎかなって言って、4がなんか浮いてる感じがしましたかね。で、5番さんが3釣り1本、3番さんも別に2周目のグレーセサでいいんじゃないかなって思うから、5が早い、精査が早すぎる。盤面見えてるのはちょっと5で、怖いのは4かなっていうふうに思ってますね。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、6の81村っぽい理由が全く入ってこなかったですけど、これも3が一番おかしいと思ってるけど、1釣りしかない。1が89の精査全くせず、なんなんかんだ。だとすると、3番さんも89の精査全くしないブーメランがぶっ刺さってると思ってるんで、そうですね。4か5が言ってるように、あの1と2の話を聞いて、2が村で弾ける理由が全くわからない。それで1しかない。まあ、ないですけどね。現状3が釣りたい。で、6もちょっと俺ふわふわしてんなと思ったけどね。8の発言、村スラは釣るっていう発言ぐらいしか俺拾えてないんだが、そこで6が8の白要素を拾えてるのは全くわかんないかな。1も別に黒いとは思ってないし、まあ白いとも感じてないし。6は微妙。3は言ってることはおかしいと思っているぐらいですかね。まあ、訳は出てないんで分かんないですけど。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。待ってね。2番が6番白、7番が3白、3が7白。了解しました。2番の要求がだいぶむちゃくちゃだなって俺はシンプルに思ったけどね。8番9番にあんまり色落ち落ちる発言ないなって言うけど、この初心であんまり色落とせる人逆に俺いないと思ってるから、
2番が1番に投げかけた要素ってちょっとめちゃくちゃかなと思ってたから、占い師のせいさ聞いてみないと分かんないですね。占い師してると話を2番3番聞いてないから、まあそんぐらいかな。トップバッター嫌いなんですよね僕。はい、2番がちょっとだからそう考えたら2番がちょっと偽臭いのかなとは思うけど、偽要素にはならないとは思ってるんで、まあ、2、3フラット、あとはあのね、なんだっけな、5番さんじゃねえな、6番さんか、一番のいいなって思った。俺あんまいいとは思わなかったんだよね。ね、一番ってそのムラスラすることが嫌いなんだけど、そのまあいいや、ちょっとなんか時間がね、はい、まあとりあえず9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。俺8番と違って2、3ともども俺は印象悪かったですけどね。ただ2、3が1に叩いてる構図から1は弾けるかなっていうところかな。2は1に対して、ね、9、8の精査がなってないっていう風に言ってきたでしょ。で全然村が落ちてないのに。で3番さんは1から行くっていう風に言ってるの、それもちょっとおかしいかなと思ってるから、1番さんはもう弾けんじゃないのかなって思ってますかね。あと、私すごく気になったのは6番さんが1、8を、なんだろう、弾いていいかなっていう論っていうのは、ちょっと私もあまり納得はしなかったですかね。はい、だから私のこの1週目で聞いた発言の中では、すいませんが、6番さんが一番印象悪いっていうのは、しっかり落としておこうかなと思っています。よろしくお願いします。あ、まだ飲みた。はい、ありがとうございます。あとは特に私は特段ないかなっていうところですかね。兄さんの精査は2週目の発言で、聞いてみないとわからないかなと思っている。分かってるのは1番さんが、白いということです。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、まあ私が言いたかったことは7番さんが言ってくれたんで、もう言わないようにします。まあ今のところですね、9番さんは、僕も6番さんもすごい怪しいと思ったんで、同じ意見だと思ってるんで、今のところ9番には投票しないでおこうと思ってます。今のところ8番に投票しようと思って、まあバリバリのラインで言うと3、8のラインがあるのかなと思いましたけど、8番は最後の発言の最後に、1番はムラスラ同行で黒いからって言って釣りをしに来ましたが、あくまで進行論の話でどこが黒かったんでしょうか。それで1釣り行けるっていうどういうことでしょうか。私は8番さん9番さんともに進行論だけだったんで、色落ちもなくおかしなことも言ってるように感じられなかったので、それより村に入りがあることを言おうと思って初心の発言をしただけであって、8番9番で、怪しいと思える要素ってあったんですか。3番さん、僕が8、9に差をつけないとおかしいんでしょうか。今は8番釣ろうと思ってますが、おかしいでしょうか。3番さん、3番さん芯占い師には僕は思えません。まあ、だからといって2に芯があるわけではありませんが、なぜなら僕が一番怪しいと思ってた6に芯を打っているから。6番さんは、何 ?8、9 が白いで、5番が5、4に視点を向けているんですが、向けきってないんですよ。怖い位置とか言ってね、その最終位置で今日は8釣り。2番のプレイヤーが発言します。はい、6白ですって言ったところで、まあ3番さんっていうのが1周目のうちで1釣りっていうふうに言ってて、4番さんと5番さん、7番さんって言ったところが、いや3は絶対おかしいでしょって言ってたところが、まあ3番ロジックで考えた場合、4、5、7ってまあまあないなっていうふうには思っておりましたね。だから3番ロジックで置くとすれば、3、8、3、8、3、9なんですよ。
8番に関しては2番が偽臭いって言ってて、結局、ツリーって言わなかったところで、9番に関しては、占い師、占い師ちゃうわ、なんだっけ、占い師審議つけなかったですよね。で、しかも一番弾けるとだけ言っといて、6印象悪いっていうふうに言ってるのであれば、じゃあ9番視点、6番黒とかいうふうに追ってるんであれば、オートで俺偽っていうふうにならへん。それでなんで占い審議つけへんのって思ったから、俺9でいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、まあ、1番に関してなんですけど、まあ、3番老中で考えた場合は8番9番なんだけど、8番9番が、3番が狼じゃなかった場合って全然あり得るなって思ってるんですよね、うん、まあ、3番4番5番7番とかやったら結構ライン切ってきてるんやけど、あんまりそれが3番老中で457では見えないから、3強で考えた場合っていうのは、まあ、まだ分からんけど、まあ、少なくとも41とか51とかはないんかなっていったところかな、うん、2周目グレスキ聞いて、457、怪しい1あったら、ツリー1、そっちあるけど、8番、9番に関しては占い神経もつけないし、言ったところやから、今日俺8、9のランでいいんじゃないかなっていうふうには思っておるっていうところですかね。大丈夫です。3番のプレイヤーが発言します。はい、潜伏してました七代です。自分目線7番さんから対抗仕様が出たら、7番さんの強靭もわかるし、ジンガーが自分に白を打てば、自分が2周目に出ればシーン取れるんで潜伏してました。俺も今日1番さんを釣らなくていいと思ってて、まず2番さんが、まあ若干だけどね、薄い要素で1釣りをしてたんで、1番さん釣らなくていいと思うのと、あとかなり、まあ途中から1釣りの流れ変わったけど、まあなんか出てもいいかなと思うんで1釣らなくていいと思う。で、2番さんが今日9番さん1番釣りをしてるんで、俺9ないと思ってて、ここで自分が潜伏してて白を打てるのって多分もう6-2で俺は囲ってると思うけどね。潜伏された時ってシングルナイシに刺さった時点できついんで、俺はもう囲ってると俺は思う。で、4と5なんだけど、俺が今日2番さんを釣らなくていい1を釣り寄せる視点が同じだったって言って、4と5が俺を釣り寄せてきた行為って多分2の相方だったら俺を釣り寄さないと思うのよ。俺が2今日釣らなくていいって言って4と5が3を釣り寄せてる行為ってちょっと2の相方に見えないから、で2が9釣り寄せてるから9もないと思うんだよね。そうなると2-8あるかってなるんだけど、8俺のこと新目で見てるからあんまり釣りたくないから、俺正直6番さん釣りたいんだけどダメかな。もう6番さんが釣りないんであればもう8行くしかないね。4番のプレイヤーが発言します。6番さん釣りですか？ダメー。はい、ダメです。狭間さんダメです。あなたが偽です。狭間さん多分ね、これわかんないですけど、あなた2白出そうとしたでしょで、焦って7白出たんじゃないと思ってるぐらい怪しいと思ってるっすよ、あなた。てか、よう例のも出んのにつら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 喋りますね、皆さん。レーノン出せないんですか？レーノンさん？レーノンさん？潜伏したいんですか？じゃ、仮に、新チングル詰めましょうってなって、釣られました。次の日対抗出ました。俺精査しないっすよ。はい。あっちゃん騎士でもないんで。はい。自分が強人だと思われても全然いいんです。はい。これの方が無理やると思ってますけどね。8番さん、9番さん、4番さん。はい。てか3番の白崎7番も全然白くないんですよね。6番、あ、2番か白と思ったから6番が白かなと思ってるぐらい。5番はちょっとわからんっすね。でも2番がと3番が出てきて、5番が相方で殺すに行こうってあんま見えへんか。どうっすかね、わからんっすけど。2番シーンやと思うけど、9番釣らんでいいと思うっすよ。はい。どっちかというと8番5番っていうか手かけた方がいいっすね。2番5番が、2番かシーンやったら。3番自身が死んで6番に縄をかけたいっていうのがもう占い師の感情じゃないし、はい。ってなった時って、6番つった時って、仮にこう結果ってとしても2番目が2段弾けるってことでしょ。なおさらレノンさんが3番さん。明日5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。え、マジでレノン出ないの？4番さんが言ってくれたからめっちゃ、出ろ出ろ出ろって思っちゃったんだけど、出ないの？
で、3番さんがちょっと言ってたんやけど、8番が3番を、まあ、芯で置いてくれてるからって言ってたけど、8番さん、2、3フラットって濁してるんよな。だからそこも違うし、まあ、6番の1周目はちょっと、なんだろう、8番、1番の白置きはちょっと謎だったけれども、だから9番さんが1番さんを白置きするんであれば、なんだろう、そうそう、あと3番さんにもう一個言いたかった。4番さんって2番は釣りをしてないからね。3番さんの考察好きじゃないなって言ってるだけだから、目立ってたよっていう、発言が目立ってたよっていうだけだから、だから3番さんが偽だった時、割と4番はありそうな位置だけれども、初週のライン切り含めてね。ありそうだけど、2、3がともに 1週目1番さんに怪しむ視点を持っていって、そこでライン切りを、してるっていうのを除けば、どうだろうな。まあ、2番さんが繋がってるとしたらもうほぼ6番、8番だろうなとは思ってるけれど。8、9のランでいいと思うけどね、そこに。出てこないんでしょ ?6 番。のプレイヤーが発言します。まあ占い師は日進三二星かなと思いますね。3が6ついたいっていうのは、まあ、強靭ムーブとも取れるし、3が占い能力を持ってないっていうふうに自分で言ってるようなもんだと思ってますね。6が怪しいなら占えばいいと思ってるし、それができないから6つって、で最悪苦味とか発生するんじゃないかぐらいの盤面明日思いましたけども、自分は多分9か4にどっちかローがいると思ってますね。8と1は2周目も別に。だって6から6の表を回収していけばいいのに、8も1も自分のことを怪しいって言ってるから、あんまりね、ローっぽい発言じゃないんですよ。で、4に関しては、役がすごくこう決め込んでるんでしょ。何を出させる必要性があるの。役の炙り出しにしか見えなかったけど。4かなり怪しくなったと思ってる。なんでみんな4怪しまないのかなって普通に思うけどね。占い師もそれでいいって言ってるんでしょ。4が何の権限を持ってやってるのって思うけどね、普通に。4一本指定でもいいかなと思うけど。残念。私が騎士です。はい。はあ。4一本でいきますか。はい。出てきた。出てきた。出てきた。はい、村どうする？村どうする？はい。はい、4番さんを。何やってんだよ。押せんだよ。進行取れないだろ。だから。7番のプレイヤーが発言します。悩みますね。はい。例のです。例のです。まあ、最後の発言地だったんで、まあ、最後に出ようかなと思ってました。そうね、4番の。困るね、4番ね。どうするか。いや、4は残しましょう。まあ、荒いと思うのは2か3が占えればいいと思ってるし。3が7に白を打ったのは、ちょっと3が芯あるんかなと思って聞いてはいたんだが、ただ4の言ってることはちょっと分かったかな。3って2に白を打とうとしてた。あの発言はちょっといい意見だなと思った。確かにと思った。ただ、3が1をそのまま釣りをしてたら3の1も全然あるなと思ってたけど、3が考えを変えて8に行くっていうなら3の2も俺全然あるなとやっぱり思ってる。まあ現状そこまで精査はついてないですけど、せっかく自覚してるんで、俺スイッチ、ランして下にさせないです。指定します。1釣りです。1釣り。はい。1釣ってください。1釣らない人が陣外です。何やってんだ、クロス声やろ。ぐらいです。3が死んでも3が偽でも1を釣った方がいいと思っている。偽やったら黒のエース1だもん。もうこの例のさ、一番3が村だもん。占い釣りクロス声やろ。3が死んでも俺は1を釣るべきだと思ってるんで。4番さんは村じゃない俺思うけど。例の出しただけ。俺が釣られて負けやろ、こんなの。思うけど。はい。例の指定します。1です。1に行かない人は陣が。はい、以上。全プレイヤーの発言。一の神が一番ねえやろ。ダメだもんこれ。
ありえんやろ。一の狼なんかねえやろ。追放されるプレイヤーは一番一番の遺言を発表してください。7番さん大丈夫っすか？頭大丈夫っすか？とりあえず最終位置で霊能なんだったら一番いいポジションじゃないですか。そんな占い釣ってクロス越えしたらよかったんじゃないですか。大丈夫ですか、ナマさん。いや、これ占い釣ってクロス越えか、キシロラ以外ないと思うんですけど。何してんすか、ほんま。マジどうでもよくなりました。もう、切に、侵害の勝利を願ってます。夜が更けました。人狼に気をつく占い師の方は、夜のアクションを行ってください。どうするか。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。その疑いにはどんな根拠があるのかな。占った対象は人狼ではありません。ああ、白か。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番、6番のプレイヤーが発言します。一応7守ったけど、これでもう 2,3 進路でしょ。で、1は1の色は占い決め打ちだね。で5はローで地神する意味がないからね。うん、今は3かな。昨日の印象だけだとあれなんだけど、ちょっと占い結果もしっかり見たい。と2が4白で、なんで4占うの？怪しく8 3が8占い。まあ、3は8、9冷たいって言ったっけ。あ、ちょっと待ってね。いや、2、4もありえるか。だって4は役出させる意味がないでしょ。俺、片白だったから出なかったけど。うん、3の8占いも分かんないんだよね。俺81は村だと思ってるけどね。だから94詰めた方が強いかなっていうふうに思ってた。5はね、あんまり色を通してなかったけど、黒いっていう感じでもなかった。7番のプレイヤーが発言します。うーん、6って5でしょ。一応6は騎士を自称するっていうこと？まあ、一番さんが仕様だった以上、2、3の決め打ちしかないんじゃないですか。6が9、4から行きたいっていうのはおかしいですけど。はい。そうね、占いは、そこまで精査ついてないんで、発言を聞いて、ダメだ、このもう霊能ちゃん頼んだよ、申し訳ない。でも霊能ですね。あなたが狂人でなければ。何のために釣り地は捨てんか分からんやろ。いやいや、もう、なんでクロス越えさせりゃいいのね。1が最白やろ、ほんと。
ダメだもうこの霊能者は。8番のプレイヤーが発言します。まあ7番さんが帰ってくるまで頑張って喋りますけど、昨日は基本的に占い師の決め打ちかなと思ってたんですけど、7番がもう1番行くって言ってたんで、ムラスラしてる4番さんに投票しました。はい、で今日は6番さん釣ります。7早く帰ってきてほしいな。あと2番さんに一つ聞きたいことあるんですけど、いいですか。あの占い師の真偽をつけてないっていうけど、2番3番ともに占い師の発言をしてないのにどうやって判断するんですか。2番絶対偽だなこいつって思いましたけどね。はい、あと4番に関してはあんまり精査が不能で、9番に関しては進行論で単体精査するって言ってさ、思いっきりライン精査しかしてないから、うん、何なんだこの人はって思ってましたね。はい、そんぐらいかな。だから3番さんが死んだと思ってるんですよ。まあ7番が帰ってこなかったらどうしよう。もう6気持ちになるんですか。これ4霊能じゃねえやろな。話聞いて決めますけど、あと5番のライン精査がすげえぐちゃぐちゃだなって思ってましたね。聞いてて。7番帰ってくんのかな、これ。そんな感じで。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。人目線っていうのはもう三級道路に持っていきたい人物って俺感じてるから、俺は2を親身に置けないかなっていうところで追ってるかな。八幡さんも言ってたけど、占いが出てない時点で占い審議しろって何なのって結構不当不当ですと思っている。ただ5番さんが騎士出して6番さんが騎士なのかっていうのもちょっと分かんねえんだよな。そうだからどうすればいいんだろうって。4番さんのムーブっていうのは、なんだろう、これ、強靭にしか見えてないっていう感じです、現状はね。はい。うん、だから、なんだろう、俺は2をロージックのオーブと2、6ロールかなと思って、だから2、占い師制作だったら2でいいし、うん、6がやったら何者か分かんないから、うん、6っていうのも、騎士なのか、本当は偽の騎士なのか分かんないし、それは。と思っていますけど、どうなんでしょう。現状には、偽視して見ています。よろしくお願いします。2番のプレイヤーが発言します。ね、いきなり変わったんやんか。俺が4番占いしたのって、それは4番ってああいう行動っていうのは村で置かれるんよ、大体。ただ4番がローやったら正直もう釣れへんと思ったから、あれ占うしかないでしょって。4番はで4番占ってしろ、昨日7番の例のも言っとったけど、濁るからさ、占って決めるしかないでしょ、俺視点っていう話で、4番占って白でした。で、まあ、3号、騎士進路、占い進路で、やったら3号あるんかなと思ってたけど、5番が買われてる現状か、だから、5ローで直見する必要ってないんかなっていうふうに思ってるから、騎士に関しては新境かなっていうふうに思っていて、3番が8白。で、3、8か3、9やと思いますね、僕は。今の9番の発言めちゃめちゃ臭かった思ってる。8番の今の発言で、9番の発言の前までは8番、3、8なんかなっていうふうに思ってたけど、確かに俺が8番に求めたのは確かに無理があったかもしれない。2周目、2、3の占いの話がないのに真偽つけんかったからっていうのも確かに、暴論かなっていうふうに思ってた。で、今の9番の発言で3級かなと思ってる。2番は3級追わせたいから、っていうことって今9番言っとったけど、はぁと思ったし、3級なんですか。で3級終わせたいから2番が偽やと思うって、まず9番の発言が臭すぎる。昨日に関して全く占い審議がついてきすぎてなかったのにかかわらず、なんでいきなりそれで偏ったんですかっていう話。しかも様子も意味不明やと思ってる。まだ8番の方がわかるわ。だから俺3級かなって思ってるけどね、今。はい。で、まあ、俺は今の発言聞いたら3級かなって思ってる。今の発言おかしいけど、今日は3番言ってくださいね。3番
のプレイヤーが発言します。はい、まず8番を占った理由は、まず2番が2周目で9を釣り寄してるじゃん。2番が9釣り寄してるから2球がない。で、俺が初日に2番さんが1を怪しむして持ってるから釣らなくていいって言ったのね、俺が1周目に。で、4と5が俺を釣り寄してきたのよ。俺が2釣らなくていいって言ってるのに、4と5が俺を釣り寄す理由がないのね、2の相方だったら。だから4と5を占い値から外すと、もう8しかないから8を占って白。で、4番って役ないの全く透かしてて、6番が結構4を釣り寄す行為って、やっぱきしめの俺は動きだと思うから、6新騎士もあると思う。6が新騎士であるなら今日2行ってほしい。で、8と9って俺のこと新目で見てるんだったら2行ってほしい。で、7番さん、昨日行くのは占い釣りのクロス越えね。騎士審議もつくのに、初日2で黒落ちた時ってかなり有利よ。1の狼なんかあるわけないじゃん。そのためにお互い釣り位置を言ってんだから。で、俺が1釣りをして誰が便乗してくるかとか、1が釣り回避しなかったら白いとか情報が落ちるのに、2って軽く1釣ろうかなって言ってるだけよ。2が狼だからライン見せたくないのよ。そこが2の黒要素よ。今日2行って6は絶対3超えよ。もう7超えしなくていいから超えしてるんでしょ。6はもう俺超えできなくて抜かした時は6が偽になるからね。今日は3、2釣りよ。いい、4番さんどっち入れるんかな。あの、今日目の4を占う理由がないでしょ、2が。4番のプレイヤーが発言します。だから占いやったら絶対3が偽やて。3が偽。はい。3が偽。だから6番が強人かどうかっていうケアをしてないから、だから別に俺に何かけてもらっても全然大丈夫と思うし、9番視点で2番6番ローロで3番シーンになった時って変じゃね見える俺強人で。はい、まあそのまま居座ったらいいっていう自分の考察は嫌いからそんな言わへんけど、仮に結局こういう盤面が生まれて、俺のせいで生まれてしまったら申し訳ないと思ってるけど、出さんかったらこの村はやってる意味がないと思ってるから、なんか6番さんに言われたけど、結局あなた自身が太鼓が出られて偽と思われてる人物が、偽と精査される側の立場に立ってから、俺に対して怪しいよね、人外でしかないよねって言うんやったら、このゲームをやめた方がいいと思ってますよ。潜伏が強いと思ってて勘違いしてるんですけど、基本的にはフローパン強いと思ってるんですよ。まあ、それしか違いですけど。はい。3番自身も6番の新騎士があるかもしらんって言うけど、別に6番釣ったらいいんじゃないと思うし、仮にあなたが懸念することって別に今日2番釣らんでも、ね、占い結果残せるっすやん。あなた変われるかもしれないって気がしないといけないじゃないですか。どっちかというと、2番つときはい。なんであなたが居残る構図ようになってるんですか。はい。意味わかってる。だから6番の人外も補足できるとか言ってるっすけど。じゃ6番つったらいいっすやん。3番さん。慌てて2番つらんでも5番噛まれてんねんから。はい。6番7も持ってるじゃん。もう仕事ないっすやん。6いきますよ。全プレイヤーの発言が、6番4の偽を追ってるなら2行ってほしい。で、俺に投票したの誰？ 7に8は俺やろ。9の投票が一番見た。あ、9も白だわ。これ結構4にあると思うよ。4に人狼。2番が4を占う必要ってある？まず。で、4って役内の使いしてて、めっちゃ役炙り出そうとしてて、狼ってね、役潜伏されると嫌なのよ。例えばここで、グレー噛んだ時に、霊能確定するじゃん。で、狂人釣りの狂人神があるよね。その時霊能確定した時って、3釣った時霊能結果見られるから、人外って役出したいのよ。その狂目の4を占う必要もないし、2番って4囲いに行ってるような感じじゃん。今日絶対に釣りよ。4が黒いって思うなら絶対今日2釣ってよ。いい？ 6 番さん、俺、シーン追ってるからね、6のシーンも。役内の釣ろうとしてる6シーンも追ってるよ。
のプレイヤーが発言します。はい、もうほぼほぼこの投票でもうやっぱ3級かなっていうふうに思ってます。まあ、3番の、っていうところもそうやし、9番の発言で思い出してほしいんです。今のこの投票でもう露骨に現れてるんじゃないかなっていうふうに思ってる。9番の発言って、2番は3級を追わせたいから、もう2番にせっていうふうに思ってるんですよ。9番のさっきの発言。で、3番が8白打って、7番何入れてんだ俺、2番が4番で9番視点なんで、2番視点が2番目線では3級っていうことになってる。だから、まあ2番は2世だから2番落ちるって絶対おかしいでしょ。言ってる意味正直はちゃめちゃっすよ。騎士なんて5番の地紙なんか追ってへんので新境なんで、今日は絶対3番釣ってくださいよ。6番なんかないよ。ね、マックス9はねんか、今日3番釣ってください。もう3級やと思ってます。あ、今日絶対3番さん釣ってください。以上。6番のプレイヤーが発言します。なんで俺に票が入っているのか全くわからないんだけど。まあ4が6を釣るっていうのは、もう人外思考だなと思って、もう4落としたって。だから昨日4級どっちかの方が良かったと思うよ。普通に。1とか8って村だと思うけどね。もう絶対3級か2、4じゃん、これ盤面。だって霊能出てないのに騎士だけ出たって意味ないでしょ？何をさせたいの4はって思うけどね。俺に騎士だけ出させ、出てて、俺噛まれて何の得があるの村にが。もう腹立ったから4に入れたわ。まあ普通に3級のラインも見えるし、今の4が6釣りっていうのも、もう絶対に縄使わせたいかっかっていうの。全プレイヤーの発言が終了しました。ダメだこれ。74。夜が更けました。人狼に気をつけてください。占い師の方は夜のアクションを。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。あ、これ負けかな。え、これ負けか。1,2,3,4,5,6,7 白かよ。夜が明けました。あちゃらめんさん、ゆんゆんさん、ギフトありがとう。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。9白4白4が隠しろってこと？9しろ。そうね。5、5、6を連続で噛む狼って、あんまり理解ができないんだよね。1がただの村やった場合って5、6残したらめっちゃ有利やと思うんだけど、5と6を噛む。ワンチャン5村6神とかあるんじゃないとか思ってるけど、俺両方とも噛むんか。はい、まあ、2,3 のランで俺は3だと思ってるけど、3が黒いというか9が黒いかな、どっちかといえば。というか初週申し訳ないね、一番3じゃなかったやつに9やった。よく考えた。3を2世で置いたら1は釣ったらダメだった。申し訳ない。5番連合じゃねえやろな。俺3番さん申し訳ないですけど、多分3番さんって俺考え変える人間だと思ってないんですよね。そこも申し訳ないですよ。まあ、大きな理由は9が黒いからです。9の考察が入ってこないんで。9黒いって9白やねえか。あと3番さんって、これ大丈夫かな。考え変えるような人間じゃないと思ってるんで、1から8に変えた理由が消せない。はい。まあ話を聞けば変わるかもしれないです。
8番のプレイヤーが発言します。ん、全然意味が分かんないんだけど。7番さん人外ですか本当に。これ7番人外の可能性ある。これ紙がバグってるよね。まず5番6番噛んでるし、昨日は絶対6番で、だって5番で騎士使用して噛まれてんだから6番でいいじゃん。4番の言ってることが真っ当だよ。だって2番3番はまあ、まあそのなんだろう、噛まれたらしょうがないけど、2番3番の 色結果が残せるから、昨日占い行く意味がないし、ないから6番でよかったし、7番って人外ですか。だって急しろ打ってんのって2番でしょ。え、どういうこと、意味が分かんないんだけど。でも盤面上5番6番の地紙がない限り2番ってもう俺の子、2番って偽確定なんすよね。あ、何これ、7番どういうこと、どういう進行してんだ、マジで。マジわけわかんねえぞ。え、リアルにやばいぞ、これ、7が死んだったら。9番が黒いって、9番に、ん？9番が黒いんだったら3死んじゃねえの。意味わかんねえんだけど、マジで。やべえだろ、マジで。まあまあまあいいや、とりあえずじゃあ2番さんいきますね。なんか、うん、なんか俺の卓で7番を人外で考えなきゃいけない卓が出てきたんだけど。9番のプレイヤーが発言します。そうなんですよね、7番さんおかしいんですよ。2番さんが9だから3級ロールってなくないですか。うん、だからそれ視点バグってますよ、だって。はい、もうだから俺目線っていうのは3番さんがローになるんですけど、あの発言から3番さんローっていうふうに見えないんですよ。ワンチャンだから6の地紙ってありませんかっていうふうに私ちょっと思ってるところですかね。だから人が俺に白をくださったって思ってるけど、なんだろう、票回収に行ったのかなっていう風な視点があるんですよね、俺。これ多分私だけの視点になっちゃうかもしれないんですけど、どうなんですかね。はい。だから、私が来て3が、黒に絶対7番さんないですよ。2番のプレイヤーが発言します。はい、9番さん占って白でした。だから、まあ、5番さんの地紙と5番限り、俺は3、8なんですけど、まあ、多分5番が地紙するとか、3、5で地紙するとかって、まあ、ほぼメリットないと思うんで、まあ、3、8ですかね。でも5番、6番紙っていうのが、だから正直マジで、はぁと思うんですけどね。やっぱ騎士が新居やなっていうふうに思ってます。5番の地紙っていうのはやっぱり追ってないです。だから3、8かなっていうふうに今思ってて。で、まあ、3番、8番っていうのは、9番さん俺に入れてくる。8番さんっていうのは、俺に昨日投票してきてる。でも1回目ってどこ投票してましたっけ？ 8 番さんって。8番さんって1回目6番投票してるんですか？あ、じゃあ、騎士新居を透けてて、8番が6番に名は使わせたいみたいな感じですかね、言うとすれば。うん、3、5とか追ってないで、まあ、3、8は思いますよ。だから、騎士に、名は使わせたいっていうところ、だから、6番投票、1回目6番投票で、でも2回目、俺に来てますよね、8番さんっていうのは。で、4番さんっていうのは、猛烈に3番釣りをしてましたよね、4番さんっていうのは。で、8番っていうのは、1周目、初日の段階で、8番さんっていうのは、まあ、4番さんに投票してるんですよね。まあ、ただ、霊能が一番、一番一本指定してるから、正直8番が4番投票にしても4番は釣れないっていうのは何となく分かってるかもしれませんけど、8番っていうのは、8ターンやったら4番って邪魔やから、その4番を釣りをしてきた3、8ローローかなっていうふうに思ってます。今日は絶対3番行ってください。3番のプレイヤー。はいはい。3、8の否定要素言うね。俺2周目で8釣りって言ってるからね。4と5行かない理由って俺言ったよね。俺が2番を今日釣らなくていいって言って4と5に2の相方がいたら俺を釣り寄さないはずだから、で2が9釣り寄してるから俺は8釣りって言ってるから3、8のラインないから3、8してね。で昨日3、8だったら8番は2に入れたら勝ちね。
だから3、8ってないから。で、俺思ってるのは9番、2、9人狼で9が多分2行ったらきついと思う。だから9の狼追ってない。俺は2、5人狼だと、2、5人狼の4強だと思ってる。強人視点はもうご主人わかってるから、俺に言ったんだと思うし、5の地神の糸って多分6つった後に、6つって霊の噛まれた後って多分俺が一番2攻めに追われてるから、俺釣れば勝てる。PP 狙えるから、もう地神して6を釣って PP 狙ったと俺思ってるよ。6の新要素って俺あると思ってるよ。6って役内の透かして4釣ろうとしてるから。だから俺は2、5人狼の4強で追ってる。9番さん、2級で9が2に入れないと思う。まあ3、8ない要素追って、あと7番さんが噛まれない理由考えて。7番さんって俺ばっかりに入れてるから、2って7噛みたくないから、7番さんって考えなさい。噛まれてない理由を。俺が狼だったら真っ先に7噛みたいわ。魚に釣り。4番のプレイヤーが発言します。いやー、それより8番、9番の視点がやばすぎるっすね。7番が人外。かなり7番が人外やったら3が7白ってか7にってないから。言ってんねやろなと思ったけど。はい。あ、ユーザーさんほら。どうすかね。2番、9番か3番、8番ってことでしょ、これって。いや、2番ってなんで8番なかったん？そこだけ大疑問やわ。大疑問。いや、大疑問すぎる。3番さんはね、なんていうんですか、自分を人外だって言ってくるやつ自身が人外とは限らへんから。そういうふうにロックされて説明しないといけないし、それで7番、俺が奥めて7番頑張れよって言われても、いや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 、待てよとなるやん、こっちからしたら。かなぁ。かつ別に6番騎士やったらね、俺、昨日ね、占い師の仕方ってグレー詰めたってもよかったと思うんですけどね。かなぁ。2か3ね。2か3行くっすわ。はい。めんどくさいなぁ。だから最初が役出して進行したかったのに。はい。考えるのは嫌やん。はい。全プレイヤーの発言が。私はただの石。これ7、これでも俺入れたらもう無理だわ。これ5が霊能だったらもう最悪。294。3番のプレイヤーが発言。ここで9番変えてきたね。9番俺のこと信って言ってて、ここで変えてきたのは昨日ライン切ったんだね。2釣った後3冠で4黒塗りするための昨日の切りね。7番さん、それでも俺に入れてんの？7、2入れてんだね。分かったやろ。俺が狼でまず7噛まない理由ないし、俺の2攻めってかなり追われてるから、俺が狼だったら初日2を噛むよ。で、俺は真っ先に1釣るのやめようって言ってるからね。で、盤面的に1を白くしたのって俺だからね。2番って軽く1釣りたいって言ってるだけ、俺は1釣りたいってしっかり言ってるから、俺は狼じゃないからしっかりライン見せていいわけよ。2って人狼だから、ライン見せたくないからさらっと言ってるのよ。2級人狼ね。2番のプレイヤーが発言します。3番さんっていうのが3、8否定するって言ったら、俺も同じ理由で2級否定できますけどね。もう2級否定しますけどね。僕も9一本して言うふうにしてます。3番も8番釣りっていうふうに言ってます。俺は9番がおかしいから、9番釣りっていうふうに言ってる。ね、俺だから3番、8番、規定とか3番さんやってますけど、俺も2級否定、同じ、全く同じ要請で2級否定しますから。はい。だけど、4番さんに言っとくけど、なんで俺が8番じゃなくて9番占ったかって言ったら、昨日の9番の発言で、2番は、3級追わせたいから2番が2世っていう発言。それが、
それで俺を2000に送って9番がおかしいと思ったから、8番で占い神経つけれへんっていう理由っていうのはまだ占い師の発言がなかったから、俺がそこに対して占い神経つけろって8番に言及したのは暴論かなと思った。でそこで9番っていうのが、2番は産休終わせたいから、産休終わせるってことやから2番が偽っていう発言、これやから9番占ってんですね。絶対3番さん言ってくださいよ、マジでお願い。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。これちょっともう奈々がもう初日占い釣り殺すぐらいせんのが一番の範囲や。はあ、夜が更けました。人狼に気をつけてください。占い師の方、私はただの石、私はただの石、私はただの石。いやまだいけるよ。占った対象は9黒。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番8番のプレイヤーが発言します。はい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 、もうなんかもう4番さんが紹介できないんだったらもうなんか臭い、はい、もう臭いです、はっきり言って。9番って初週の進行論で、9番はね単体精査したいですって言って一生ライン精査しかしてないから9番って謎だなって思ったし、昨日2番が言ってる論は通んねえよ。だって5番6番って言って、5番が騎士使用して6番も騎士使用してんだから、2番が俺に対して縄を使わせたいからっていう論は通らねえから。だったら3番が言ってたように俺は普通に2番殺した方が早いから。結果的にだって5番6番新教だったわけでしょう。普通にだって6番の狂人の可能性とかもいろいろ考えたら 2番釣りしかなくね。で2番が3、8それをなんだろう狼要素としてあげるんだったら、3番は2番に行ってください、8番はいや6番だろって、これどういう連携の仕方で勝とうとしてるの、3、8狼だった場合って。あとなんか2番が4番のことをなんか8番は最初4番釣りをしてるって言ったけど、俺は進行論に曲げてないから村皿は釣るって話をしてんだよ。プラス7番がわけわかんねえ、なんか急になんか占い行かなきゃいけない盤面のね、グレイクっていうかもうわけわかんねえと思って4番投票してんだよ。俺はそのまま進行論通り、うん、だからまあこの辺がなんか全く分かってない4番さんはもう説教だね、説教。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。俺目線ってもう三八道路しかもう見えてないんですけど、何ですかね、まあ占い師生産の時に6に行くっていうのはちょっとおかしいんじゃないのかなっていうところは思いますよ、はじまさん。あとはどうだろうかね、3つって8つって終わりかなと思ってるので、あとはもう4番さんにお任せしますっていう感じですかね。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。いやその辺って8番さんがそうやって言うんやったら、多分2番投票しとったら終わってたとか、なんか8番さん言ってますけど、いやそんなんさ、2級やったとしても同じっすよ。2級で9番って2番に投票してます、ずっと2級で9番が、8番がそうやって唱えるんであれば、9番っていうのも3番に投票しとけば、2級ローローをやった場合っていうのは、9番を3番投票しとったら、勝ちっていうふうに言えますからね、それは。てか、2級の方が見えへんだろ。8番っていうのは、よく聞いてください、4番さん。よく聞いててくださいね。8番っていうのは、終始2番に入れてる。確かにあそこで6番に投票したけど、9番っていうのは2番にちょっと入れてるんでね。だから2級っていうのは見えない。絶対に見えない。で、8番っていうのは占いの投票でずっと2番に来てるんよ。
38のラインのが見えるやん、絶対。これで俺負けたらマジショックやわ。絶対38のが見えない。2級なんか全然見えへん。2級追ってる人おるけど。いや、これでちょっと負けたら最悪やわ。いや、もう38でしか、もう、その説明しかできなくって。そうです。だから、8番っていうのは、まあ、初日っていうのは4番さん投票してますけど、だから38やったら4番ってすごい邪魔なんよね。うん。38やったら。だから8番が最初週に4を釣りをしたようにも見えるし、実際そういうとかあったかどうか知らないけど、まあ、あの、騎士に新居で出とったから、騎士に何はかけたくないっていう思いがあったかもしらんけど。3番のプレイヤーが。まあ、4番さん、これ聞いても4が俺に行くんだったら、もうちょっとよく考えてね。まず38人狼って俺、まず1を外したよね。2が1を釣りをして、俺が1釣りをして、まず1への役回避ないのと、2が1釣りをしてるから1は外した。で、2が2周目で9を釣りをしてるから外した。で、俺は2を初日の釣り1じゃないって言ったよね。そこで4と5が俺を釣り寄す行為って2の相方には見えなかったから、俺は4と5を外して、初日は俺8に行くっていう、8一本釣りしてしてるから38のライン。で、俺が狼の時って4番さんって1周目に俺猛烈に釣り寄さなかった？それなのに俺が4釣り寄さない理由ってある？3番が狼で。4は俺のことを初日から釣り寄せて、俺は殴り返してなくて、4の白要素を拾って俺は4弾いてんだよ。それでも俺の狼も、あとね、あのみんなが2を信、2を信って追ってて、俺が初日に2噛むでしょ、普通なら。それを7も初日から3を2せって言ってて3投票してるから、俺が狼に真っ先やったら7噛むか2噛むよ。あの38人狼だったら。しかも4釣るからね、8って初日俺のこと新目で見てるっていうのに俺8入れようとしてたんだよ。で、4は俺のこと初日の1周目から釣りたいって言ってて、俺は4釣り1から外してるのが俺の新要素よ。これで分かったでしょ、4番さん。今日9釣り。4番のプレイヤーが発言します。いやー、異例の事態ですね。2回釣りなしが起きて、人が増えるって多分ね、ほんまに異例中の異例で、むちゃくちゃ自分はちょっと喜んでるんですけど、8番、9番、2番、3番、2台です。俺の位置来てみ、バカプレッシャーやから、こんな。ね。かす、しかも投票が、決戦投票になって2段増えてるんで、騎士がいらないから、だからなおさら騎士って出た方がいいんですよ。5番、6番、どっちが死んやったら知らんすけど。はい。スムラの視点を詰めてあげないといけないんですよ、役はね。じゃあ占い師も潜伏したらいいやんってなる話やから、そうやって話できないでしょってなっちゃうから、何で都に乗って話やからね。いや、2番、3番で2番勝って、8番、9番で8番勝ってるんですよね。面白いですよね。みんながブワーって言ってることって、もう投票が塗り繋がれてるから、結局言ってることやってることって別に、その人が釣られてからの結果やから、意味ないから、こっちはこっち行ってるんだよって言われても、どちらにしようかなってやってて全部3番なんですよね。だからどちらにしようかなって逆にしたら2番になるんですよ。俺からしたら。まあ、2番3番の欄にしましょうか。8番9番。2番3番の欄ね。ほんま、たくまちゃんの配信見に行きたいな。リスナー俺のことぶったたいてんやろな。クソがよ、ほんま。いや、どうすかね。そんなリスナーさん言われるってあかんすね。よっしゃ、頑張るか。あの、間違えたらあの俺、あの、いなくなります。以上です。全プレイヤーの発言。私はただの石。いや、まあ負けたらちょっと4番さんに教えてあげよう。騎士出したら神降参ってできないようになるから。あ、オッケーオッケー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。嘘やー。あー、じゃあ3強で58ローか。そしたら3強で58ローか。ーこれ PP っすね。あの、これ38もないんですよ。俺が釣られて4人になって終わってないんで、38ローになったらこれでもゲーム終了ってなってるんで、これ3強の58ローっすね。もう、あ、これ PP なんで負けっすよ、4番さん。
4番さん、あそこ8級ドランスよ。8級ドランス。俺視点で、3強の、5、8ローっていうのはあったんですよ。ただ5番の地神っていうふうに追ってなかったんですよね。5番のローで、あそこで地神するメリットが全くないと思ったから、騎士新強で置いたんですよ。で、3、8だと思ってあったんですけど、これで俺捨てられて終わってないんで、3強の5、8ローです。やっぱり PP ですね。もう、いや、そうやって4番さんっていうのは、じゃあ、どう見えたの ?2 号に見えたん、ちょっと2級に見えたんですか、どっちなんですかね。2級に見えたんなら、これ本当に、マジショックっすね。BP なんで負けですけど、弁明しても仕方ないですけど、いや、もう言いますけど、2級なんて見えないでしょ。なんで4番さん最後に投票変えたの、ダメじゃん。いや、さんまさんの言ってることって、まあ、三万強人なんであれですけど、まあ、やられましたねって感じですね。2級に見えたんなら、マジでもうちょっとそこ考えるべきやったと思いますよ。2級に見えたんなら。2級の方が見えないでしょって。9番ちょっと2番に投票してんだよ。2番俺、9番一本してしてんだよ。はい、もう残念。夜が更けました。人狼に気をつけてください。占い師の方は、いやいや、3強の時点、3強だったら絶対6つるよ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。はい、これどうすればいいんですか。これローローだから終わってないといけないんですよ。え、なんでこういう視点になるんですか。え、わかんないんですけど。7番さんがワンチャンどこだったってことですか。偽ってて。そんなことありませんよね。どうすればいい。まあ、それ3番いきます。3番のプレイヤーが発言。いや、まあまあ好きだよ、その9番さんの諦めない姿勢は。まあ4番さんに言うと、多分4番さんってその不老信者なんだろうけど、あの6番さんがなぜ潜伏してたかっていうと、俺って結構6の狼追ってたのね。で、俺が6に黒打った時点で6番さん目線占い審議がつくから、騎士は潜伏したいわけよ。で、神考察もできるわけ。だから4番さんってその役を出してると神考察ってできなくなるから、そのあんまり役ばっかり出してると神考察ってできなくなっちゃうよ。今回ってしっかり7が噛まれなかった理由で、多分8番さんはしっかり2に行ってくれたんだと思うよ。7は徹底的に3を2背負ってたからね。だから7番を噛まれなかったっていう神考察ができるから、あんまり役出す必要もないから、神考察の勉強とかにもなるから、9釣り、2級人狼でも2番さんが俺の狂人を忘れるために、9番さん頑張ってるんでしょ、9釣り。4番のプレイヤーが発言します。いや、そんなこと100も承知で分かってるんですけど、じゃ仮に、3番が狼で、2番が深夜としましょう。6番騎士でした。6番噛まれました。6番白打ちました。3番自身がね。で、5番が相方でした。5番騎士仕様とかされたら、ワンダフルデイじゃないですか、やっぱ。それで数々負けてきたから、ね、先生なんぼでしたっけ？ね、940回やって、多分345回ぐらい多分それやってるんですよ。まあ、ちょっと持ってるっすけど。見てるか、たくまのリスナー、マジで。
これ三号ロールとかやったらもう俺も、あれか、もうええか。もう次の時言ったらええか。ほんま。三号ロールは悪口ばっかり出んねやろ、絶対。いいから早座れ、キュー行けよとか言ってんねやろ、絶対。わかるね、あなたのリスナーのね。プップ全プレイヤーの発言が終了。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番終了。村人陣営の勝利です。あー6強。いやいやいや、てか冷静にも9番最後発言破綻してるからもう無理だよ。7オオカミなのかなって言ったら俺噛まれてるからゲーム終わんないとおかしいからして。いやね、2番さん頑張って。この7番さん、初日占い釣りよ、あれは、クロス越え。あ、ごめんなさい。あの、5と6、俺、6が降りたと勘違いしました。申し訳ない。1番さんも申し訳ない。ごめんなさい。